この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノーリー様でございます。前々回かな、スーパーヘッドボイスと、ヘッドボイス、ホイッスルのそれぞれの違いみたいなものをですね、こうご説明させていただいている動画を上げてるんですけれどもですね、まだご覧になってない方ぜひご覧くださいね。あと他のね、僕のホイッスル関連の動画とかでも言ってるんですけど、まあ地声の入ってる裏声じゃなくて、まあ SHV とかホイッスルに繋がっていく裏声があるんですよと。それをこう積み上げていくのが大切なんですよ、みたいなお話をね、口ずっぱくね、申し上げてるわけなんですけれども、今日実際ね、僕その裏声出してみるから、皆さんもね、ちょっとこう一緒についてきて、一緒にやってみましょう、みたいな。今日そんな動画になっております。まあ、ポイントとかもね、適宜お話ししつつ、進めていければいいかな、なんて思ってるんですけれども、まあ、今日の動画最後までぜひね、ご覧いただいて、しっかりこう耳を作ってもらって、ご自身でね、今出している裏声、SHV が出ない、高い声出ないっていう人の、今ご自身が出している裏声と僕のこの出す裏声どう違うのかっていうところをね、耳がね、とにかく大事なので、そこを養ってもらって、それでね、ご自身で練習することによって、習得にグッとね、近づける可能性があるので、ぜひね、一緒にやってみていただければなと思います。という感じでね、このチャンネルでは、日々発声関係のお話であるとか、音楽関係のお話、日々しておりますので、ぜひまだチャンネル登録お済みでない方、ぜひよろしくお願いします。あとね、今これ僕着てるこの T シャツ、この T シャツがね、夏に向けて発売中でございますので、これも概要欄から心優しい方ご購入いただけると僕嬉しいです。で、やっていくんですけど、とにかく必要となるのは、地声のない裏声なんで、結構鋭さよりは温かみをね、求めてほしいんですよね。ちょっとこう、オペラを彷彿とさせるような感じね。はーみたいな感じじゃなくて、はーみたいな、こういうイメージで、どっちかというとトライしていってほしいんですよね。でね、母音でやってもいいんですけど、母音だとね、最初結構地声入ってきたりしやすいので、まあ、母音の練習もしないといけないんだけどね。しないといけないんだけど、最初は、は行でやるのをおすすめします。今のところは。で、これからね、こう、一個ずつ一個ずつ音階を上げながらトライしていって、見ていただくんですけれども、音量はね、しっかり出しましょう。音量はしっかり出すんだけど、その時に、なんかね、こう、ちょっとでも喉に引っかかる感じとか、こう、鼻とか、この顔のなんか前面、前の方にこう、響くような感じとか、そういう、雰囲気っていうのを感じたら、そのピッチも、ダメなので、必ず一個下のピッチ、まあ、もしくはもっと下のピッチでもいいんだけども、できてるな、まあ、地声入ってないな、こう後ろで鳴らせてるな、深く鳴らせてるなっていうところに必ず戻って練習し直してほしいです。今日はね、まずやってみていただきたいところとして、まあ、G の4から E の5までいきたいと思いますので、全部同じ体感でいけるかどうかっていうのをチェックしてほしいです。では行きましょう。この辺から結構響いてきますよね。こんな感じかな。深くいきましょうね。物抜き姫の感じとか近いかもしれない。で、今 B とかなんですけど、この辺からちょっと難しい人非常に多いです。この辺からね、またちょっと難しい D とかね、 E とか、この辺難しいですね。この辺がハーってこっちにグッとこうなったり、鼻にあーってかかったりしないように、ぜひトライしてみていただきたいっていうところなんですよね。さあ、こんな感じでどうでしたかね、今聞いてみていただいて。地声入ってる感じあんまないと思うんですよ。こう、ふわっとした深い感じ、あ、なんか、ふくよかな感じですよね。で、これと、まあ、同じような音色を目指してほしいんですけれども、もう G の時点で結構キンキンしちゃってる人っていうのが、まあ、ほとんどで、で、B とかからほとんど脱落して、まあ、D は最初からいけたらほぼ奇跡かなっていう。まあ、稀にね、いらっしゃるんですけども、ほぼ、なかなかきついですっていうところがあるので、まあ、とにかく大事なのは、あ、地声入ってない、同じ体感でいけたぜ、イェイっていう、自己満足をしちゃいけないっていうことなんですね。なんか、地声入った気がするってなってるのは、もうそれ、入っちゃってるっていうことなんで、入っちゃってんだなっていうのをね、こう認識して、そことこう、向き合うっていうのは結構大事だったりしますよね。で、例えば、A の時点で90点だったら、B は40点しか出ないんですよ。で、B40 点だともう C は10点しか出ないから、100点の状態を上までまず持っていく。で、その最初の、まあ人によるんですけど、まあざっくり最初この E5 とかさ、
D 語とか C 語とかでも全然いいと思うんですけど、まずこのあたりを攻略できていくといいのかななんて思います。その裏声、100点の裏声っていうのがホイッスルにつなげていくことができるってことなんですよね。まあ、とにかく体感としてはどこにも当たっていない感じ、もちろん当たってるし声帯使ってるかももちろんあるんだけれども、息がしっかり通ることとか、どこにもこうストレスを感じないこととか、こうふくよかに響く感じとかね、この辺を頼りにとか、僕の音をねよく聞いていただいて、僕のあれ地声入ってないから、あの辺をよく聞いていただいて、ぜひトライしてみてくださいという感じでね、あの短いかもしれないけど、ちょっと今日実践編やってみましたけれども、どうでしたかね？難しいと思うんですけれども、まあね、一瞬でパッとできるようになるような、なんか魔法みたいなものって、基本的にはやっぱそのボイトレには存在しないんですよ。でもね、逆に言うと、努力したら誰でもできるんですよ。なのでね、僕もいろんなこう壁にぶち当たったりとかね、現在もしてるし、それに対してこう、あがいてるわけなんですけれども、皆さんも、めげずにトライしてみていただければなというところでございます。言うほどまで高い声いらないかもしれないんだけど、まあ高い声出るに越したことはないじゃないですか。楽しいからね。なので頑張っていきましょうという感じで、今日の動画参考になったよという方、ぜひグッドボタン、あとチャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter の方にもね、発声に役立つこととか日常のこととかつぶやいてるので、ぜひフォローしてくれると、嬉しいです。というわけでデスのお兄様本でした。バイバイ。